で、気は済んだ？はい。やはりマサチカ様は、私の敬愛するマサチカ様でした。それはよかった。お兄ちゃんはなんて？マサチカ様は、九条様と立候補されるというご意志は変わらないと。だろうね。それと、文句があるなら直接自分に言いに来い、と、ご当主様にお伝えするよう言われました。へえ、それはそれは。言うねえ。お兄ちゃんも本気ってわけだ。はい。素晴らしい気迫に、思わず子宮が震えました。そうか。震えちゃったか。はい。念のため聞くけど、綾乃ってお兄ちゃんのことが好きってわけじゃないんだよね。おっしゃる通りです。私は正親様を、ユキ様と同じくらい敬愛していますが、恋愛感情を抱いてはおりません。ああ、そう。恋人になりたいなどと、そのような不遜なことは一切考えておりません。道具として使っていただければ、それで十分です。おめえ、ただのド M じゃねえか。申し訳ありません。ド M とは何でしょうか？ああ、超ド級のメイド。頭文字取ってド M だよ。ありがとうございます。光栄です。これからも立派なド M になれるよう精進いたします。すげえこと言っちゃったよ、おい。